チャンネルのシェフです、今日はですね、サルサ雑談サルサダンサー、いいリーダーの必須条件というテーマで、動画を撮らせていただきたいなと思います、サルサダンサーいいリーダーの必須条件は、こちらの5つになります。はい、1番が女性をまんべんなく誘う、女性からの誘いは断らない。2番目がリードだけではなくフォローもできる。3番目が相手のレベルに見合ったリードができる。4番目がフォロワーを8割安心させ、2割不安にさせる。5番目がパーティーやクラブでレクチャーをしない。私が考えるサルサダンサーいいリーダーの必須条件はこちらの5つになります。1つずつ解説していきたいと思います。まず1番ですね、女性をまんべんなく誘う、女性からの誘いを断らない。こちらはですね、やっぱサルサは、うまい男性、もちろんいいリーダーの必須条件の一つだと思うんですけれども、サルサがうまいだけだと僕はあまりこの人いいリーダーだなとは思わないんですね。やっぱりサルサが上手であればいろんな人とですね踊ってほしいなって僕は思いますし、寄り好みをしたりとか、あとはまあ女性に誘われても、まあ、この人は踊りたくないからごめんねみたいな感じで断ってしまうことが多い男性は僕はあまりいいリーダーではないかなと思っています。やっぱりですね、上手に踊れるのであればですね、やっぱりいろんな女性と踊っていただいて、いろんな女性を楽しませてほしいし、その方がパーティーも盛り上がりますよね。なのでそういった気が使える男性という意味で、男性はまんべんなく女性を誘ってあげて、女性から誘われたら笑顔で愛を踊りましょうって言って、どんなレベルの相手でも踊ることができるっていう、それを楽しめるっていう男性が僕はいいリーダーの必須条件の一つだと思います。はい、2番目ですね、リードだけではなくフォローもできる。はい、僕が今まで見てきた素晴らしいリーダーだなと思う男性はほぼ大体ですね、間違いなくフォローもできます。まあすごい難しいフォローができなくても簡単なフォローができるということですね。やはりフォローができるということはいろんなメリットがありまして、まあ、覚える面ではいいリーダーの、実際の、リードをですね、体感することができるんですね。それでいい部分を吸収していくことができるので、フォローができるリーダーはどんどん上手になっていくと思いますし、あとやっぱ女性の気持ちはやっぱ分かりますよね。自分がフォローをやっていればどういう動きをされると、まあ、苦しいのか、どういう動きが楽しいのか、また女性がどういうふうに考えて踊っているのかっていうことがやっぱり、想像しやすいので、相手のことをよく観察して、相手の気持ちになってリードすることができると僕は思っています。なので、男性は、いいリーダーの必須条件としてフォローができるっていうことが挙げられると僕は思います。はい、3番目ですね、相手のレベルに見合ったリードができる。はい、これも非常に大事な条件でして、中にはですね、サルサすごく長い期間やっているにもかかわらずずっとですね、まあ、同じような動きしか技をやらない男性もいらっしゃいます。それがですね、相手が初心者であろうが上級者であろうが関係なくそれをやってしまうので初心者の女性がついていけなくなってしまったりするんですね。でそうするとそれがですね、できてないことを指摘したりとか、まあ、そういうことは踊らないみたいな感じがリーダーになってしまうので、やっぱ相手が、例えば始めたばっかりの女性なのか、始めて1ヶ月の女性なのか、始めて1年の女性なのか、もう5年ぐらいあったもう上級者の女性なのかで、自分のリードのレパートリーをこう組み替えて、変えることができる、そういう柔軟性を持ったリーダーというのは非常にいいリーダーだなと思います。まあ、僕もですね、そういうのをすごく意識して踊ってるんですけれども、やっぱそれをするためには自分の中のレパートリーがですね、多くないとできません。初心者の方が、まあ、求めているものは上級者が求めているものとは全然違うものなので、そういった、引き出しの多さによって、相手のレベルに合わせて自分の、技のレパートリーなり、ダンスを踊る曲のセレクトですね、スピードはあまり速くない曲を初心者の方の時は選んで踊ったりとか、そういうことができる男性は非常に、いいリーダーだなと私は思います。はい、次ですね、フォロワーを8割安心させ、2割不安にさせる。
はい、これはですね、僕がずっと昔から、ね、8・2の法則と言って、レッスンの時によく伝えていることなんですけれども、リードというのはですね、やっぱり相手をですね、不安にさせてしまうのは良くないと思っています。だから相手を安心させたリードにしたいんですけれども、ちょっと難しいのはですね、女性はですね、100% 安心してしまうと、ちょっとつまらないなっていう気持ちが芽生えてしまう部分が多少あるんですね。なので、女性を 100% 安心させるのではなくて、80% 安心させて、10% から 20% ちょっと不安にさせるようなリード。具体的に言うと、相手はもう完璧にできるような動きとか、技、まあ、そういったルーティーンをもう8割やるんですけれども、まだ相手が経験していくことがないような、ちょっとハードルの高い、ルーティーンとか、技とか、そういった動きを織り交ぜる。もしくは、フェイントといって、ちょっと動きをですね、こうやって右に回すよと見せかけて左に回してみたりとか、途中で止めたりとか、そういった動きをですね、ちょっと加えてみる。それも相手のレベルに合わせてですね、さっきの話と、連動してるんですけれども、相手のレベルに合わせて8割安心、初心者の子は8割安心できて2割不安にできるさせるのと、上級者の子を8割安心させて2割不安にさせるのは、全然こう、使うスキルとかテクニックが違うんですよね。そういったことを相手のレベルに合わせても、どのレベルの女性にも8割安心させて2割不安にさせることができるリードができれば、より、いいリードだなと思います。はい。最後ですね、パーティーやクラブでレクチャーをしない。こちらはですね、結構よく見かけるのが、そのレッスンというかパーティーで踊ってた相手をですね、ちょっと初心者の方とか初めての人を捕まえてですね、相手が教えてほしいって言っていないにもかかわらず、突然ですね、自分でレッスンを始めてしまう男性というのはすごくたまにいらっしゃいます。でも、別にそれが100%悪いわけではないんですけれども、相手をちょっとね教えてあげようとか覚えさせてあげようっていう気持ちでリードをして教えてあげているので、別にそれは別に全然悪くないんですけれども、デメリットとしてはやっぱりそういった、ことをすることによって、そのリーダーさんはレッスンしている間他の方と踊りませんよね。でその女性も、他の人と踊ることができない状態になります。そういったのが、まあ、3分4分ならまだいいんですけど、例えば15分20分って続いてしまうと、やっぱり周り側の違和感もありますし、本人たちもね、特に教えられている女性がですね、本当にそれが求めているものなのか、楽しんでいるものなのか、ちょっと分かりづらいと思うんですよ。なので、特にその社交の場なので、パーティーとかクラブではレッスンはしない方がいいと思います。もしレッスンをしたいのであれば、後日ですね、その方にアクセスをできるようにしておいて、後日スタジオとか別な場所を借りてですね、2人で、ね、練習をするとか、スクールに沿ってそのスクールの合間で、教えてあげるとか、そういうことをした方がスマートだなと思います。あくまでクラブの中で、レッスンをしてしない方がいいかなと僕は思っております。はい、今日はですね、いいリーダーの必須条件の5つになりました。いいリーダーの条件って多分もっともっといっぱいあると思うんですよ。もう数を出せばですね、もう20とか30とかいっぱい出てくるんですけれども、その中でも僕はクラブで踊っている中で、フリーダンスでね、いいリーダーだな、もしくはそのパーティー全体のことを考えて、いいリーダー、イベントをする側からもいいリーダーだなと思える人間、フォロワー側からもいいリーダーだなと思える人たちの、条件というのをちょっと挙げてみました。はい、他にもですね、いろんないいリーダーの条件とか、あると思うので、もしちょっと気になったことがあったらコメント欄にぜひ書いてください。あと質問、疑問、ちょっと個人的な悩みとかね、そういったものでもいいので、ぜひコメント欄に書いてください。多分今度動画の中で、そういったのを話すことになると思います。はい、それでですね、ちょっと質問が1個来てたので、それを答えようかなと思います。はい、ペンネーム、甘えビーゼさんからですね、サルサ初心者でまだあまり上手に踊れないのですが、そんな私でもうまく見えるようなとっておきの小技があれば教えてください。かっこフォローリードともあれば嬉しいです。はい、初心者で始めたばっかりということだと思うんですけれども、
その人うまく見えるのとっておきの怖さ、うんと、そうですね、あの、そうですね、小技ですか、あの、サラサを始めた時に、最初に習うターンがライトターンだと思うんですけれども、ライトターンっていう技っていうのを女性にかけますね。ワン、ツー、スリー、ファイブ、シックス、女性にかけた時にですね、自分がレフトターンをする、ワン、ツー、スリー、ファイブ、シックス、セブンの時にワン、ツー、スリー、レフトターンではなくて、フックターンですね。ワン、ツー、スリーの後、女性を回し始めて、フックターンをして、戻る。そういったあの回転、女性の回転と自分の回転、別にフックターンでもレフトターンでもライトターンでも何でもいいんですけど、相手の回転と自分の回転を組み合わせると、上手なリードに見え、まあ、上手なダンサーに見えますね。あの難しそうに見えるんですけど、意外と簡単で、まず女性を回すことにあの意識を集中してください。女性をまず回す、回し終わったら自分がどちらかの方向に、好きな方向に回ればいいわけです。ワン、ツー、スリーって、ほぼほぼリードっていうのは、ライトダウンのリードは完結することができます。ワン、ツー、スリー、フォーでもう女性が回り始めるので、女性が回り始めた5のところからは男性は自由になります。なので5、6、7を使ってフックターンにしたりとか、別なターンをしたりとか、別な動きですね、ムーブメントを入れてもいいと思うんですけど、そういった5、6、7の部分は自分、1、2、3の部分は女性のリードっていう風に切り分けると、女性が回転していると同時に自分も何かの別な動きをすることができるので、非常に上手な動きになるかなと思います。上手に見えるような動きですね。はい、こういうふうにですね、動画内ではコメント欄にあった質問も常時答えていきたいなと思うので、ぜひ何でもいいので、小さな悩みとか小さな疑問とかでもいいので、ぜひコメント欄に書いてください。まあ、僕で分かることであればお答えしていこうかなと思います。